ただいま、やっていきましょう。バディミッション、ボンドですね。やっていこう。じゃあ、14話です。ミッション14。曹操局14番、幻想。幻影。ファントムでいいのかな。最後に、ルーク。僕と手をつないでくれる？シキ！待ってくれ、シキ！ああ、ルークの夢だな、これは。ルーク！ああ、タクトに催眠かけてもらってる状況。ルーク、起きろ！こんなの嫌だ！快活な少年はアーロン疑惑があるけど。君まで、お願い、一人にしないで。君まで。いいかい、ルーク。しっかり覚えてくれ。なんか、脳の研究してる感がすごいんだけど。脳のなんか模型がある。チップのコードは、PA6。PA6。間がわからんけど、何桁だろう。暗い。どこだ、ここは。誰だ？ていうか、ディスカードのボスがファントムで、ファントムがルークに何かしたのであれば、記憶操作で。ってことは、ファントムはチップのパスコードを知ってる？すでに。え？どういうこと？おい、ドギー！出てこい！ああ。くっそ。あの女、俺に使いっ走りなどさせやがって。この声は、よく知ってるはずだ。聞いてんのか？死んでるならそう言え。ああ。君。再現だな、なんか。助けに来た時の再現みたいな。そうか。快活な少年は、アーロンってこと？いって。生きてること分かったんだから蹴らなくていいじゃん。何するんだ、アーロン。マイカ陥没の翌日、オフィスなでしこ、ルークの実質。生きてんじゃん。会議始まってるぞ。会議？そうだ、シキが残してくれた情報の分析をするんだ。もう一個動画があったもんね。いいか、起きたことは変えられねえ。だがあいつは仲間になったばかりの時言ってたぜ。得た情報は残さず渡す。だから僕が死んだ後は託してもいい。僕の食材を自分でやれと言ったはずなのにな。死ぬんじゃなくて、死ぬんじゃないと。食材、それはディスカードを暴き殲滅することだ。あいつが残したもの無駄にはしねえだろうな。ああもちろんだ。当日朝、オフィスなでしこ、作戦司令室。失礼します。遅れてすみません。おはよう、ルーク。おはよう。怪盗殿に目覚めの蹴りを食らったりはしませんでしたか？しました。でも寝坊する方が悪いから。構わないよ。君は昨夜帰ってきた時ひどく憔悴していた。なでしこちゃん久しぶりね。加減はどうだ？大丈夫です。ご心配をおかけしました。よし、では席に着きなさい。会議を始めよう。なんか元気がないな、なでしこちゃんも。まあ、シキの件のせいってこと？改めてよくマイカから帰還してくれた。長く険しい旅だっただろう。うん。
式のことは本当に残念だ。はい。ですが、式の思いを先につなげるためにも今は立ち止まる時じゃない。よく言った。ディスカードの根城はすでに見当がついている。そうだな、ルーク。ええ。これなでしこちゃん聞いたら、お、ディープワン、びっくりするかな。大丈夫かな。ディスカードの根城はエース本社である可能性が高いです。この人が君たちが、あ、もう聞いてるのか。マイカの里で導き出した推論は、ブロッサムの顔であるアッカルド社長がディスカードのボス、ファントムだということ。うん、まあ初見でボス感はあったけどね、声色が。正直にわかには信じられなかった。まあ本物のアッカルドさんとすり替わってるってことなら、まあ、納得はいくかな。でもな、5年前にすり替わってるのであれば、今まで会ってきたアッカルドさんも全部偽物ってこと？だが、シキが最後に送ってきたという映像にはガツンと頭を殴られたよ。ファイル名はエース本社内監視映像。いえ、マジで？どんなの？うえぇー！隕石装置を起動。北利権だ！電圧上昇。北利権だー！ DSG 計画やろうとしてる。レイダー！リーダー、ご覧ください、また成功です。隕石片を使った受容体を首から注入する必要はもはやない。いいえ、いらないの。ええ、そうね。高純度ミカグライトを使ったこの装置があれば精度の高い発信を起こせる。うん、なんか右側の人モブとは思えない髪型してない？なんか後でできそうね。体外からの音波照射でも被験者の精神を支配できる。むちゃくちゃだ。現在の失敗率は 0% です。まさにちょっとね、むちゃくちゃだ。最高の純度を持つ例の結晶を使えば効果の範囲はさらに広がるわ。あとはチップよ。チップのパスコードさえ分かればこの研究は完成する。それは何なの？それはよく分からん。一般モニターエリアより生態研究エリアへ緊急連絡。そちらから抜け出した強化者が両エリア間の通路で暴れています。何ですって？まさか役員会議室の隠し通路を通ったのか。脱走した個体は強化者の中でもひときわ力が強く、腕がこちら側のゲートを突き破ってきています。至急対応お願いします。どういうこと？そんな強靭かってね、やっぱ人知を超える力を持つのか。分かったわ、すぐに対象を確保する。なんて電子トラック。それは電子トラック。モニターの一般人には目撃されていない。一般人？それが1名に見られました。モニター準備室に抗菌中です。ち、面倒なことに。まあいい、しばらく眠らせておけ。事態が収拾した後、ファントム様のお部屋行ってご指示を仰ぐ。ああ、アッカルドさんが出てきたわけじゃないけど、もう確定か。これでこれがエース本社なんだ。何度見ても胸くそ悪い映像だな。そりゃそうだ。この映像の中で行われてるのは、あ、俺が選ぶの人体実験。ああ、まあ病気の治療、強化の実験、隕石の場合。やめろよ、なんかこの上のやつレイダーっぽいからやめて。強化の実験、強化の実験だ。小部屋にいた人はアラナさんのように自我を奪われ凶暴化していた。クソどもが、何が成功だ。これはディスカードによる生体実験の映像というわけだな。一つよろしいですか。我々はこれまで何度か強化した人間を見てきましたね。うん。ああ、アラナ久しぶり。あ、お前もか、お前もか、ストーカー野郎。はい、劇場ね。これが一番印象的だな。
親父もか。そっか。彼らにはある一つの共通点があった。ネズミのあざ。その意味、あざついてませんよみたいな。今回の映像の被害者はこれまでと明らかに異なります。あざついてませんよみたいな。首をこれ見よがしにやってんな。あ、なんか研究者の腕にマイカのマークがある。あれってマイカのマークじゃなかったっけ。マイカの屋敷のとこにあった。え、今までの被害者たちと異なる点。よし、強化の直後で映像を停止して確かめるとし。もうそれはわかるでしょ。それやる必要ある。仕事にしよう。言ってたじゃん、あざ必要ないみたいな、注入必要ねって。あー、はい。強化の被害者の首のアップだ。不自然だけど。あの、どうも。綺麗なもんだ、傷一つね。喉仏、素晴らしいじゃないか。うん、おかしいよな。あ、そっちじゃない。うん、あー、でもやっぱこれ出るんだ。腕にモミジの形のタトゥーが入っている。この模様、どこかで見たような。ああ、あれはマイカのもんだ。なんでそんなタトゥーを入れてるのかさっぱりだが。王族なのかな。憧れでは。憧れ、うん、憧れたものを我が身に宿したい、そういうことなら至極自然な感情かと。ああ、まあそうなのかな。そういうもんかね。マイカ出身のあなたと会った時、この研究者がどう反応するか気になります。え、会うことがあるってことこれ。その言い方は。うん、ベルトで拘束されてるけど特に傷つけられた様子はない。となると両脇でまがまがしく輝く赤い光が怪しいです。ああ、本当だね。マイカのマークか。あの装置がこの強化実験の鍵だ。マイカのマークってか、なんかモミジか。あなたは、あなたは何もないの。その髪型しといて。え、てかまだ調べるところがある。お、壁の文字。 51st floor と書かれている。このクソ実験は51階でやってるってことか。51階ってどこ。屋上なのかな。屋上に近いのかな。あ、はい。あそこにある書類に何か情報が書かれてないかな。僕の目じゃよく見えないけど。チッ、緊急制御モードの原則使用禁止。なんで読めるの。これ別に解像度の問題じゃねえの。アーロンの目の良さの問題じゃなくね。緊急制御モードの起動には本フロアの全電源を用いるため、フロア全体が停電状態となる。どういうこと。どんだけ電力使う。原則使用禁止とする。非常時のみ研究リーダーに起動の許可を求める。いやー、これはなんか使いそう。重要だとよ。強化とは関係ねえみたいだな。とはいえ、フロア全体が停電になるとは興味深い情報ではありませんか。でもエレベーターも止まっちゃうけど。この強化の被害者がこれまでと違う点、今なら推理できそうだ。まあ、あざがないんだよね、明らかに。今回の強化の被害者、これまでと違う点は、知能。ひどすぎんな。あざ、服装、ひどすぎるだろ、知能は。アラナさんをはじめ、今までの被害者は首にあざがあったのに、この被害者は首にネズミのあざがない。そのようです。映像の中で金髪の男が言っていましたね。言ってたよね、はっきり。隕石片を使った受容体を首から注入する必要はもはやない。てかこれはまずくないか。体外からの音波照射でも被験者の精神を支配できる。まあ、だとしてこれも解毒剤関係なくで。そうなると隕石装置か。ここで言う隕石ってのは多分。やたら選ばせるね、分かってること。雨降り隕石、雨降る隕石、雨降りか、これ。あれ、雨降りじゃない、雨降りだよね。はい、アマゾンプライムとネットフリックス、ね、雨降り隕石ですね。マイカの里が保管していた。ごめんと。ちょっと待ってね。なっちゃったんで、ちょっと目覚まし切ってきます。はい、ちょっとお待ちください。
はい、やっていきましょう。ごめんなさい。はい。フーガがディスカードに売っ払った隕石か。そもそも私たちがマイカに赴いたきっかけは、ディスカードの兵器にアマフリ隕石が関係していそうだったからでしたよね。でも高純度のアマフリ隕石盗まれたよね。あれもディスカードってことでいいの？ああ、実際ご神体以外の隕石は全部ディスカードの手に渡ったという話で。いや、待てよ。ルーク殿、これを持っていくがよい。小さいゆえ役立つかはわからんが。そういえば小杖様はなんでこれを持ってたの？あった！なでしこさん、これを小杖さんからお預かりしたアマフリ隕石のかけらです。ほう、でかした。鑑識に回しておこう。鑑識でいいの？鑑識でいいのかこれ。話を戻します。どうやらアマフリ隕石にはミカグライトと呼ばれる物質が含まれているようだ。その物質が放つ音波こそが人を強化させている。音で人が強化すんの？あんな脳の電気信号が出続けんの？暴走する？どうなってんのそれ。これまでは隕石片から生成した受容体を首から注入して体内に送り、ああそこにすでにああいうマークあったのか。特定の音刺激をトリガーとして強化させる仕組みだった。もうむちゃくちゃわけだな。なんでこれがミコの歌？そしてアマフリ隕石って何なの？もうしかしもはやそんな効率の悪い手順を踏まずともいいようですよ。あの隕石装置とやらを使って強い音波を照射すれば、人はその音波を聞いただけで強化するのだから。おい、軽く言ってやがる。クソ中のクソ展開じゃねえか。ああ、一気に不特定多数を強化できるってことだからね。だが、奴らの研究はこれで完成ではないようだ。人を狂わせるっていうより本来は操るつもりなんじゃない？理由はレッドダイヤに隠されていた例のチップが解析できていないか。さらに上の段階があるってことか。もし研究が完成したらこれよりさらに大きな脅威が。そうならないうちにディスカードを潰さねばならん。何としてもだ。言われずとも粉々にしてやるよ。ようやくこうしてネジロの目星もついたわけですしね。ああ、ただこれがエース本社内の映像だという確たる証拠はない。まあそうだよね。ファイル名についてただけだもんな。映像には50ファーストフロアとあったが、お公式にはエースの最上階は50階だしな。ああそうなんだ。警察がディスカードと癒着している以上令状も取れまいよ。ここに令状関係ない4人がいるけど。今さら何言ってやがる。敵の根城が分かったら潜入して頭をぶっ潰す。なんか洪水を流し込んでおけばエース本社も潰れたんじゃないかなっていう思いがするけど、まあそれがフーガの狙いか。これまでずっとそうしてきただろうが。そうだな。となれば何としてでもこの図を解析せねばならん。この図？これはおそらく見取り図だ。あ、潜入？エースの隠された最上階のな。だがこの解像度では使えん。すでに公安本部に回し分析を依頼している。少し待っていて。あ、いえ、そんなに解像度悪い？これてかこんな解像度悪くなるもん。そこまで。容疑者はアッカルド社長だ。表の世界で接触して事情聴取に持ち込むってのは難しいかな。私もその線は探ってみた。だがアッカルドはお前たちがマイカの里に出向いたくらいから公の場に姿を現していない。あ、まあでもいろいろあったからね。その直前も何でもエースの一大企画を仕上げるため社にこもりきりだとか。どうだろう、俺まだアッカルドさんがファントムじゃない気がしてきた。その秘書がとかそういう感じな気もしてきたな。でフーガは勘違いしてる。あ、エース本社だ人が来たからアッカルドさんが犯人だと勘違いしてる。それで調べ上げていた。どうかなそれ。今朝の声明も
どこぞで録画したものがマスコミに届いたんだそうだ。ミスリードな気がすんな。今朝の声明というのは。声明？ああ、次に見てもらいたいのがそれさ。え、まだ地上波でも流れて話題になっている。なんだと？アッカルドのビデオメッセージ。しまった、なんか俺が今せっかくアッカルドさんを擁護したのに、あれ、あの人本人からやっちゃってるの。なんか親愛なるブロッサムの皆さん、少しの間私の話に耳を傾けてください。うん、完全にモブに当てる声じゃねえ。知っての通り、昨日マイカの方々が故郷を犠牲にする形でブロッサムでの悲劇を防ぎました。このような人たちが劇場やカジノ街のテロに関わったとはとても考えがたい。私は疑念を抱いた自分を大変恥じています。うん、故郷を失ったマイカの人々にはできうる限りの支援をしていきたいと思っています。どうか皆さんも同じ三神楽島の仲間として進んで手を差し伸べてください。今こそブロッサムとマイカが交わる時です。真摯なメッセージだ。ん？どういうこと？とてもファントムとは思えないけど。本当にこの人がディスカードのボスなのか。ディスカードの副ボスみたいな感じなのかな。いやいや従ってる大ボスに。何かスイッチャーを盾に捉えたとか、そういう感じ。オリシモ、このタイミングで裏切ってきたと。月末にブロッサムを挙げた一大ショーイベントを行う予定でした。各地にそのための設備を置いてきましたし、ご存知の方も多いと思います。このイベントをブロッサムを盛り立てるだけでなく、マイカの再出発を願うものにしたい。音響施設とかなのかな、音波出す系の。その思いを込めてイベントの名は大祭神楽に決定しました。そこは神楽なんだ、三神楽じゃなくて、あの頭からな、あれ早さつのね、な、なんだっけ、誰もが笑顔になれるパイナップルだ。そんな小イベントを経て島を一つにしていきましょう。おい詐欺師、今のはてめえの仇か。アッカルドに化けて演技してんのかよ。そうだよね、そこだよね。いかんですが、わかりませんね。以前にも申し上げましたが、ファントムは私より上手です。あ、ただそうですね、親身な振り、慈悲深い振りなどは造作もないと思います。あー、マジか。でも、翔ちゃんじゃねえや、スイちゃんねえの。若き日の私は、あー、そうして懐に入られ大傷を負いましたのです。そう、じくじく、ゾクゾクと運で山の傷をね。だが死に至る傷じゃなかった、よかったな。さてボンド諸君、今の声明で話に上がった大祭神楽だが、なんか文化祭みたいね。文化祭みたいな名前だね。その正式発表パーティーが近日中に行われるそうでな。アッカルドは不参加だが、エースの上層部が参加するらしい。上層部って言ってるから、なんかアッカルドさん関係ない疑惑もできたな。エース本社の隠された最上階を探るにふさわしい場だと思わないか。なるほどね。エースの関係者が集うパーティーですか。確かに操作のしがいがありそうです。俺はスイちゃんの彼氏だぜ って乗り込んでいけるのね。彼氏だったよし。ではおのおのこれを身につけて、やめてよ、パーティーに潜り込む。やめてよ、ミコの歌流れてきて強化するのやめてよ。なでしこちゃんが犯人疑惑もまだ俺捨てきれてないからな、捨てきってないからな。それはGPS 付きの小型発信。本当に本当に大丈夫。私のタブレットから君らの居場所の特定や会話の傍聴が可能に。プライベート。なるほど、エース摘発に向け可能な限り証拠を押さえておこうと。その通りだ、みな目立たないところに装着しておいてくれ。どこにつけようかな。
腕輪の裏側にでもつけたのか。ああ、ルークはそこね。手の込んでるこった。今すぐエース本社に勝ち込むならともかく、パーティーごときでこんなもん。お前、鍵爪の裏とかにつけてるの。ほう、パーティーごときか。ビーストにとってはエース本社よりよほど過酷な場所だと思うのだがね。ああ、うん、うん、なんでだよ。おとなしくしなきゃいけないから。え、なに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 、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、飛行機なんでだよ。あ、飛行機の上でやんの。あー、2日後昼、MGA129 便。また MGA だ。あー、はい、じゃあ一旦場面が切り替わったので、ここで休憩します。ありがとうございました。いや、なんか本当に最終話だな。あと2、3話で終わりそうですね。本当に16話かな、その感じだと。ありがとうございました。ありがとうねー。